行くぞ、涼太郎。奪ってやる。行くぞ。行くぜ。行かして。いやらしい。駆逐します。行かしておけん。倒す。今日つく。行かしておけん。譲るぞ。分かった。はっ。生かしておけん。託した。任せな。もらった。返すぞ。返すぞ。食らう。虚しいな。行くぞ。行くぜ。倒す。今日つく。いやらしい。生かしておけん。撃破。行くぜ。譲ってやるよ。心得た。倒す。容赦しない。やるじゃないか、涼太郎。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、涼太郎。奪ってよ。行くぞ。だっ。生かしてよ。いやらしい。フォローする。生かしておけん。譲るぞ。分かった。だっ。人間ごときを殺す。放出します。しかも容易です。おいおい、マジかよ。マジかよ。
ておけん。マジかよ。譲ってやるよ。心得た。大事。いやらしい。おいマジかよ。おいマジかよ。大事。いやらしい。うつろになる。いやらしい。シールズ、いくぜ。譲ってやるよ。承知しました。撃滅です。排除せよ。虚しいな。行くぞ。容赦しない。やるじゃないか、リオ太郎。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、リオ太郎。奪ってよ。倒す。生かしておけん。いくぜ。いやらしい。撃滅です。フォローする。いくぜ。副長、譲るぞ。わかった。倒す。いくぜ。生かしておけん。いやらしい。いくぜ。生かしていやらしい。生かしておけん。生かして
倒す。今日つく。生かしておけん。託した。承知しました。駆逐します。行くぞ。譲ってやるよ。分かったよ。うつろになる。生かしておけん。どうだ。いやらしい。生かしておけん。じゃないか、リオ太郎。この戦いも踏み台の一つだ。
行くぞ、涼太郎。奪ってよ。倒す。行く。生かしておけん。行くぜ。いやらしい。今日つく。いやらしい。副長、譲るぞ。わかった。今日つく。くださいな、あの死ね。行くぞ。虚ろになる。いやらしい。指令のままに生かしておけん。行くぜ。譲ってやるよ。心得た。くださいな。虚しいな。倒す。生かしておけん。早すやるじゃないか、涼太郎。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、涼太郎。奪ってやる。行くぞ。虚ろになる。いやらしい。副長、譲るぞ。任せてくれ。生かしておけん。任せてくれ。自然のままに任せてくれ。倒す。今日つく。行くぜ。副長、譲るぞ。任せてくれ。虚ろになる。一矢報いる。反撃します。行くぞ。いやらしい。生かしておけん。
やるじゃないか、リョウタロウ。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、リョウタロウ。奪ってやる。行くぞ。行くぜ。行くぞ。今日つく生かしておけん。あやすい。いやらしい。はっ、支援する。援護する。いくぜ。副長、譲るぞ。わかった。うつろになる。いやらしい。行くぞ。いやらしい。お願いします。任せてくれ。だ、行くぜ。譲ってやるよ。承知しました。撃滅です。倒す。もう容赦しねえ。もう容赦しねえ。倒す。今日つく。フォローする。いやらしい。援護する。もう一丁。もう容赦しねえ。もらった。フォローする。やるじゃないか、リョウタロウ。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、リョウタロウ。奪ってよ。
倒す。行くぜ。生かしておけ。いやらしい。生かしておけん。早すぎ。いやらしい。よっ。行く。副長、譲るぞ。わかった。今日つく。すまない。眠いです。良いです。反撃する。許さん。倒す。虚ろになる。いやらしい。剣の発動。生かしておけん。託した。任せてくれ。容赦しない。行くぜ。やるじゃないか、龍太郎。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、龍太郎。奪ってよ。行くぞ。今日つく。いやらしい。駆逐します。生かしておけん。えいや、行くぜ。副長、譲るぞ。わかった。今日つく。返すぞ。虚しいな。行くぞ。行くぜ。生かしておけん。行くぞ。いやらしい。撃滅です。生かしておけん。虚ろになる。生かしておけん。生かしておけん。託した。はい。譲ってやるよ。心得た。今日つく。
覇気が。お願いします。任せてくれ。罪だ。生かしておけん。やるじゃないか、龍太郎。この戦いも踏み台の一つだ。行くぞ、龍太郎。奪ってよ。倒す。行くぜ。行くぞ。今日つく。いやらしい。行くぜ。生かしておけん。打ち滅ぼす。行くぜ。いやらしい。お願いします。わかった。だっ、行くぜ。譲ってやるよ。承知しました。虚しいな。倒す。虚ろになる。いやらしい。生かしておけん。譲ってやるよ。はい。激撃です。容赦しません。負けて止まるか。進行します。造作ない。行くぞ。狂気が現れる。行くぞ。容赦しない。狂気が。撃滅です。やるじゃないか、龍太郎。この戦いも踏み台の一つ。
もうほら、あまり行くよ。死ね死ね死ね。失せてよ。こんなものか。反撃だ。もう壊れたの？主様のために。壊れたの。
扉の鍵は一体どこにあるのかな。そこの扉、改めて見てもチャッチ石ころだな。こんな石ころが砕かれた程度で剣能がなくなっちまうなんてな。そういえば、全てのイデアが砕かれたら契約者はどうなるんだ。心が壊れるか。イデアって理念や観念を意味する言葉だろ。名前を聞いた時からそういうこともあるかもなって考えてはいたが、やっぱりか。ますます契約を破棄するわけにはいかねえな。力も心も壊れちまったら俺が俺じゃなくなっちまう。容赦しねえが悪く思うなよ。あいにくと今は向かっぱら立ってるんだ。行くぞ、涼太郎。奪ってやる。倒す。はっ。笑ってやる。今日つく。笑ってやる。イライラする。くらう。すべて溶けてたまるか。行くぞ。笑ってやる。イライラさせるな。支援する。イライラさせるな。
反撃する。くらう。倒す。イライラさ。笑ってやる。行くぞ。イライラさせるな。今日つくフォロイライラさせるな。粉砕する。笑ってやる。どうぞ。任せろ。イライラする。くらう。倒す。オーダーを取る。くっす。倒す。任せるぞ。了解。やっ。もう一撃。つまらんだ。くらう。倒す。はっ。もう一撃。笑ってやる。撃。フォローする。フォロー。イライラする。くらう。行くぞ。イライラさせるな。たける。笑ってやる。行くぞ。イライラ。笑ってやる。はっ。イライラさせるな。こんなものか。行くぞ。罪だ。やるじゃないか、涼太郎。この戦いも罪代の一つ。
平等にするための力が欲しい。理不尽に苦しむ私はかわいそうだから、不条理な幸福に浸る彼らが憎らしいから、不平等を正すための力が欲しい。不相応を正すための力が欲しい。因果を歪められるだけの力が、私には資格があるのだから、この苦しみを分け隔てなくふさわしい形で分配する、そして形にする、平等な在り方の世界を。因果を歪められる力か。あの苦しみが因果操作によるものだとすると、降って湧いてきた苦痛じゃないのかもな。白猫先生の連れてきた先輩、かける先生が診察したけど、どこにも異常がなかったんだって。すっごい元気に保健室から飛び出していったらしいよ。
白猫先生も安心してたみたいで、2年生校舎の方へ戻っていっちゃったって。私は白猫先生に会えなかったんだ。ちょっと寂しいな。お前はどうして契約者と戦ってるんだ。学園から出たいのは知ってるが、その訳が気になったんだ。記憶のないお前が外の世界に何を期待してるのかって。千代ちゃんは気管支が弱いんだってな。霧のない安全なところに連れ出したい気持ちはわかる。大切なものを守るため。純粋なお前らしいエゴだな。背負うもののために戦うあり方は嫌いじゃねえ。だが俺にも、俺が決めた、俺が誇らなきゃならねえあり方がある。いつかお互いの願いのために譲り合えない時が来たら、まっすぐやり合おうぜ。正語で決められないことは、思いの強さを互いの力で証明し合うほかねえからさ。でもよ、もしも契約者を倒さずに学園の外に出る方法があるとしたら、お前とやり合わなくても済むかもな。わからねえ。ただ探してみる価値はあるだろ。答えなんてのは与えられるもんじゃねえ。求めて、探して、掴むもんだ。副長さん、伊達くん、ありがとう。おかげさまで元気復活だよ。霧が消えて動きやすくなったのもあって、ナルセ、そこにいる私の友達も校舎を抜けてきたんだ。でもなんだか顔色が悪いの。どうしたのかな。校舎にいたら白猫先生が戻ってきてね。榊原さんが元気になったって聞いたんだ。妻夫木先生には止められてたんだけど、私ずっと怖くって、だから一人でここに。残った子たち大丈夫かな。
おい、大丈夫か、ネイコ先生。伊達くん、もう白猫先生だって言ってるのに。二人は無事みたいね。よかった。それより自分の心配をしろ。私は大丈夫。それより中の子が。その顔色で大丈夫なわけ。私のことはいいから。中の子、外に早く死なせるわけには。保健員なんだもん。意地でも。呼吸が弱まってる。今すぐにでも止まりそうだ。そういや妻夫木が言ってたな。この剣能で死んだ奴がいるって。校舎の外にまで運び出せる時間があるかもわからねえ。やるしかねえか。俺にだって頼まれた。背負っちまった意地がある。こいつに影響を及ぼしている剣能の効果を奪う。苦痛を肩代わりしてやるんだ。少しはマシになるだろう。だが俺はここでリタイアだ。副長、お前なら一人でも。この俺が他人を頼りにするなんてな。ガラじゃねえ。これは確かにやべえ。行け。お前の剣能の力か。どうして奴の剣能が消えたんだ。狙って発動したわけでもなさそうだったな。巨色の剣能だったか。お前のそれは共感の力だけじゃないのか。一体どんな力なんだ。謎の多いやつだな。いや、そんなことより助けられちまったな。ありがとうよ副長。最後のイデアを砕きに行くぞ。あのクソジジイめ、目にもの見せてやる。
おお、呪われた現象が奇妙な悪化してしまったんだ。生徒がまた一人校舎を抜け出してしまったから。元はといえば君たちのせいだ。この子たちが苦しみ死にたいになってしまったのは。それであんた一人生徒を思って元気に泣いてるわけだなあ。あんたさ、何のために泣いてるんだよ。この子たちの苦しみを嘆いてに決まっているだろう。他者の苦しみを悲しみ人のために涙する心すら理解できないのか。人のためか。あんたはその言葉が好きだね。己の心にしか従おうとしないかわいそうな君にはわかるまい。己の心に従うことの何がいけねえって言うんだ。独りよがりに過ぎる寂しく悲しい生き方だ。伊達君、知っているかな。己の心と書いて忌まわしいと読むんだよ。違うね。己で心を踏みつけると書いて忌まわしいんだ。薄汚え本心を取り繕う偽善者のあんたのようにな。私が偽善者だと？ああ、違う。だったらよ、早くあんたの権能からみんなを解放してやれよ。権能？何のことだ。伊達君、君は何を言っているんだ。三文芝居はいいよ。契約者の力は因果操作。苦しんでる奴らの苦痛は降って湧いてきたものじゃない。誰か十中八九契約者自身が抱えていたものだ。となると老齢で過去に体調を崩していたあんたが一番疑わしい。そんな疑念だけで私を裁こうというのか。見てみろよこの惨状を。お前だけだぜ、この校舎でこんなに元気でいるやつは。権能に抵抗できる人間は限られる。俺や副長みたいに訳あって抵抗力を持つ人間か、あるいは権能を使っている当事者くらいだ。なるほどなあ。逃げんなよ。なんだ、力が抜ける。力を奪って確信したぜ。てめえは確実に権能を持ってるだろ、嫉妬の契約者。この力、お前も契約者か。一体私に何をした。あんたの体力を少しばかし奪ったんだよ。安心しな、殺す気では奪ってねえよ。ちょっとかじった程度だ。さてはお前たちだな。私のイデアを砕いている犯人は。
ご明察。だが今後はもうそんな面倒くせえことをする必要もねえ。お前を殺すか、二度と動けない体になってもらえば済む話だ。校舎内の奴らに使ってる剣能を引っ込めるなら、いたぶるのは考え直してやってもいいぜ。脅しか。イリアの破壊といい、私のような弱者を虐げるのがそんなに好きか。はっ、てめえのどこが弱者なんだよ。弱者にこんなおぞましい光景は作れねえよ。私はかわいそうな人間なんだ。だから傷つけるな、やめろ。苦しいのはもう嫌なんだ。ジジイから聞いた、あんたは昔のあんたはこんな人間じゃなかった。ジジイはあんたを買ってたんだぜ。教育者として確かな信念と理念を持つ男だって。どうしちまったんだよ、妻夫木先生。私はどうしてしまったんだろうな。君の言う通りだ。異常だ。狂ってしまった。気がついたら歪んでしまっていた。何をするつもりだ。剣能を解く。解けばいいんだろう。どうせ死ぬならこういう終わり方の方がマシだと思った。死ぬ？昔の私を友と認めてくれた君の祖父のためにも私は。あんたはそれでも人のためと言うんだな。君の祖父がそれだけ立派な人間だったということだよ。私にはできない。耐えられない。もうこんな苦しいことは。知ってたさ。人のためと書いて偽りって読むんだから。おい、どうした。剣能を解くんじゃなかったのか。苦しいのは、死ぬのは嫌なんだ。そうか、だったら俺がけじめをつけるのを手伝ってやるよ。解釈してやる。
嫌だ。私はまだ死んでいい人間じゃない。こんな苦しみを受けるべき人間じゃない。あんたの大切な生徒たちを救うため、お前の大好きな人のためだ。我慢しとけ。やめろ。この音、異界からの電話か。伊達君、決着はあちら側で。私の胸を一緒につけよう。待て。あいつのモナークが手助けしたのか。直接イデアを叩くしかねえみたいだな。急ごうぜ、副長。ここも深淵と…ギギ…行くぞ、涼太郎。奪ってやる。行くぞ。今日つく。笑ってやる。させるな。
フォロー。副長、譲るぞ。分かった。虚ろになる。選別してやろう。イライラする。たやすい。行くぞ。行くぜ。イライラさ、笑ってやる。今日つく。イライラさせるな。イライラさせるな。死ね。行くぜ。副長、譲るぞ。任せてくれ。今日つく。選別しちゃう。イライラした。行くぞ。行くぞ。イライラさ。イライラさせるな。いくぞ。笑ってやる。譲ってやるよ。任せろ。めっちゃ行くぞ。虚ろになる。でやる。やるじゃないか、リオ太郎。この戦いも踏み台の一つ。